ライジンランドマーク9、楽しみな試合参戦。パウンドで KO か、打撃効かしてそのまま KO か、結構リスクある選択したなとは思ってますね。コージは結構芸術的な試合になるんじゃないかなっていう、誰もやってない時からカーフやりだして日本とか世界に流行らせた一人。ウェルカムトゥリンヤチャンネル、中村リンヤです。今日はライジンランドマーク9の楽しみな試合参戦です。はい、いつものやつお願いします。はい、お願いします。友人たちが結構出られる大会ですよね。そうですね、アーセンとコージとクレイジービーでいつも練習してるリョウゴさんとショウコウさん、はいはい、その4人出るんで結構楽しみですね。楽しみではあるっすね。はい、楽しみですね。大会として行きますし、僕も工事のセコンドで、あ、はい、そっかそっかそっか、はい、神戸行くんで全員の試合見れるかちょっと分かんないですけど、はい、はい、楽しみです1戦目はもちろんアーセンと、はい、柴田選手の試合ですね、はい。最初決まった時は柴田選手のこと全然知らなくて、アーセンなんかこういうファイターってやるんだと、結構意外な組み合わせだったんですけど、僕も気になって試合見たりしたらやっぱちゃんと強くて、寝技もうまい、運動神経も良さそうなんで、ちゃんと打撃も打てるしっていうので、はい、思ってたより面倒くさそうな相手で、トップどころに勝ち切ってる感じではないけど戦績もよく収めてるっていうので油断できない相手だなと思って、うん、アーセンもその辺はすごい理解してて警戒してるみたいだし、はい、油断なくバッチリ仕上げてると思うんで、はい、今はちょっと僕の試合前というのも重なったり試合後怪我があってちょっと付き合ったりできてないんですけど、はいはい、彼は間違いなく仕上げるんで楽しみですね。どういった展開になっていくみたいな予想ってイメージつきます？アーセンはレスリングがすごいやっぱ強いから、はい、スタンドやるか倒して上から攻めるかっていうのは選べる状態にあると思うんですけど、基本的には打撃で進めていくんじゃないかなっていう気はしますね。ただそのトリッキーな動きだったりちょっと面倒くさいなとか煩わしさがあるようだったら倒して上からしっかり殴るっていうの方が安全だったりもするんで、なるほど、はい、アーセンが集中してやりきるっていう展開になると思うんですよね、はい、でパウンドで KO か、うん、打撃効かしてそのまま KO か TKO かっていう気はしますね。なるほど、はい、綺麗に決着がつくんじゃないかっていう予想ですか？またなんか倒しきるの難しそうな相手でもあって難しいとは思いますけど、はい、はい、アーセンもきっとそこ目指して作ってると思うんで到達するんじゃないかなと思います、うん、2ラウンドか3ラウンドぐらいで、はい、決めると思いますね。リンヤ選手にとってアーセン選手っていうのはもう幼馴染であり、はい、兄弟みたいな存在だと思うんですけど、はい、今回の試合に対するリンヤ選手としての試合に対しての気持ちみたいなものって何かあります、はい。アーセンは一時離れて、まあ、第2章としてキャリアスタートして3戦目になるんですけど、毎回毎回アーセンを強くする試練みたいなのがアーセンの中にこう降りかかってきてて、はい、今回の試合は位置づけ的に第2章ガンとこう世界羽ばたいてがっつり存在感を見せていくっていう中での自信を深める一戦になると思ってますね。言ったら分かりやすいネームバリューみたいなの相手にはないけど、しっかり強い相手を確実にクリアするっていうことがアーセンの行きたいステージでこうやりたいパフォーマンスする上では必要だと思うし、うん、そこを超えてがっつり世界へ自信持っていけるような弾みになる一戦になると思います。はい、はい、分かりました。2つ目、武田浩二対萩原恭平選手ですね、はい。これもまた面白そうですよね。そうですね、やっぱ結構周りというか浩二が叩かれてるらしくて、フェザー一発目で萩原くんを指名したことに対して相性良くていけそうな相手指名してんじゃねえみたいな、なるほど、はい、アンチみたいなのがすごい叩かれてるんですけどみたいな言ってたんですけど、この試合は全然イージーではないですからね、コージーにとっては。フェザーの中でリーチがあっ
って、はい、独特ななんかこう集中力の高さがあって彼なりの射程圏を持ってるんで、はい、彼の得意な距離っていうのは工事が組まなきゃいけない間に絶対あるし、うんうん、そこで集中力高い打撃出してくるんで精度の高い、はい、今までの工事だったら別にそういうのも無視して頭振って組みついたりとかできたかもしれないけど、はい、ムサイフとやって初めて KO 負けっていうのをして、うんうん、そういうのも覚えた上で一発精度が高い相手とやりに行くっていうのはめちゃくちゃ怖いし、うん、すごいいいテストになるし逆に言えば、はい、フェザーになってよりこう足とかステップワークが大事になってくる中で変えていかなきゃいけない部分ってめちゃくちゃあるんで、うんうん、それを今変えてて一つずつだからすっごく体も強くなってるし萩原選手はテイクダウンディフェンスも良くなっててさらにバック取られても仕留められにくくなってたりとかその辺のシンクもやっぱすごいしてるんで、はい、結構リスクある選択したなとは思って言ってますね工事は、はい、でもそんな中でよりステップとかを進化させて試合でどうぶつけていくのかっていうのを作ってるんですけど予想そうですね、まあ、セコンドつくんでなんとか勝ってもらうように全力でサポートしますということですね、はい、セコンドつく時ってやっぱ自身があの試合に出る時とまた違う緊張感みたいな違いますねどういう気持ちなんですかね自分も試合してるような感覚になりますねけどそこの視野ってよりももう少し広い視野で見ないといけないんでどういう状況なのかっていうのは入り込むんだけどいろんなことに気使いながら、はいはい、見てるって感じです気持ち悪いですよあの時は自分が試合の時はもう諦めてるんで多少の怪我だったり失神する可能性だってあるっていうことも諦めてるし、はい、何が何でもやるって覚悟を持って言ってるんですけどなかなかそういう覚悟を持った友達と一緒に戦うってことはないんで本当に魂の底から頼む頼むっていう、はい、感じですね、うんうんうんはい、3戦目佐藤翔光選手と井上直樹選手の試合ですね、はいまあ、日本のバンタム級ですごいやっぱ力のある実力者2人の対決ですねシンプルにそれってだけでめちゃくちゃ楽しみなんですけど自分としては、はい、お互い技術力がすごい高い2人の試合なんで、はい、ある意味こう磨かれた格闘技をしている2人がどういう感じで混じり合うのかなっていうのはすっごいいろんな想像ができるんで楽しいですね2人の相性としては どうですかお互いにとってお互いがいいとも言えないし悪いとも言えない二人とも全ての面において上手なんで若さっていう意味でスピードがあるのは井上選手の方だし、はい、より技術が熟成されてていろんな引き出しがどんなシチュエーションになっても多分迷いなくこう出てくる翔光さんもやっぱ見てて美しい格闘技だし結構芸術的な試合になるんじゃないかなっていう気はしますね、それは面白いですね面白いと思いますね格闘技が知らない人が見ても絶対すごいねってなる、はい、試合だと思います、はい、見逃せないですねこの次の大事は見逃せないですね結構、はい、いいカードがあってプラス高橋亮吾選手が久保選手と試合するっていう亮吾さんはもう YSA で僕が MMA 始めた時からお世話になってるファイターですし、はい、誰もやってない時からカーフキックをやりだして日本とか世界に流行らせた一人なんですけどその高橋亮吾選手も日本での大舞台は初じゃないかなで K1 の久保優太選手と試合するっていう試合もあって、はい、それもやっぱ楽しみMMA のストライカーって久保選手はやりにくいと思うんで MMA ファイターでずっと今までストライカーやってきた選手としては、はい、K1 でトップでやってきた久保選手が今、はい、テイクダウンディフェンスを覚えてる状態、はい、これって MMA 歴は亮吾さんの方がはるかに長いんで、はい、MMA であったら亮吾さんが勝つのは当たり前だろみたいな構図になると思うんですけどやっぱこの打撃の一級品を持ってる久保選手が、はい、相性的にはすっごい悪いんででもやっぱ MMA を長くやってる亮吾さんがどう攻略していくのかっていうのも楽しみなんですよ神戸大会の一つとしてだからその今言った4つが僕はすごい楽しみにしてる試合でただ工事のセコンドをつくんで当日生で見れるのは工事の試合だけかな以上がライジンランドマーク9の楽しみな試合になりました当日は僕の誕生日っていうのもありますし、うん、そう
超楽しみ。あんまり誕生日関係ないけど、はい、いや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 、アーセンとコージからいい誕生日プレゼントをもらおうかなと思ってますんで、はい、楽しみにしてます。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。これが取れてくれるといいんだけどな、セコンド行くときには、はい、このままセコンド嫌です、ね、できないですねちょっと、はい、なるほど、そうですね、確かにそうだよな。4週1、2、3ギリ取れてるかもしんねえな。よし。